ヨコエソカはワニトカゲギスモクに所属する魚類の分類群の一つ。深海に生息する海水魚のみ8属31種で構成される。極権を含めた全海洋に幅広く分布し、莫大な生物量を誇るグループとなっている。ヨコエソカ魚類は大西洋、インド洋、太平洋など世界中の海に分布し、南オニハダカなど一部の種の生息範囲は、 曲剣にまで及ぶ。所属するすべての魚類は、水深200メートル維新で暮らす深海魚で、海底から離れた中層を漂って生活している。裸イワシなど他の中層遊泳生深海魚と同様に、体側及び腹部に配列した多数の発酵器による生物発酵を行う。環境条件の変化が少ない外洋の深海で生活するため、 横エソか魚類の種ごとの分布範囲は非常に広大であることが多い。特に13種が所属する鬼肌家族の仲間は3体をすべてに分布するものが多く銀肌かかの浮エソ属魚類と並び地球上の脊椎動物として最大の個体数を持つ一群と考えられている。鬼肌家族、横エソ属の一部は有性戦術型の私有動態で すべての個体がオスとして生成熟した後、ある程度成長するとメスに性転換する。体型は細長く、近縁の無念素化のように強く側平たすることはない。体長は最大で3 6トルにまで成長し、2から3トル程度で成熟する小型種も含まれる。太陽光のほとんど届かない深海に住むため、 黒色であることが多いが、比較的生息推進の浅い種類では、銀白色から半透明の体色を持つ場合がある。胸部に発酵器を備え、エラ状発酵器は8から16個。背びれと尻びれは、体のやや後方に位置する。尻びれは16から69本の難状で、構成され、油びれの有無は様々。エラ状骨は12から16本。 椎骨は29から94個。横へソカには、ネルソンの体系において8族31種が認められている。夢肌家族、マンドーカス属、トリプラホース族の3族は、以前は独立の夢肌家カディプロフィデイとして扱われることもあった。また、鬼肌家族サイクラースンを、つまり横へ祖族ゴネストマのシノニムとする見解もある。横へソカの化石記録は、 中心世にまで遡り、1958年に、エルエスベルクによって報告された。本家魚類の英名である、ブリスルマウススは、口に、ゴ毛モウのような歯を備えることに由来する。ウスオニハダカサイクラースンパリダ。オニハダカ類は、非常に数が多く、裸替は種類と並び中不可層で、支配的な存在となっているゴネストマデンヤでトむ。主に、インド用。 大西洋から知られる、熱帯夢裸ディプルフォースタエニア。本族は独立の夢裸化として扱われることもある、横エソシグマポグリシリス。日本近海を含む北、太平洋の深海に分布する、レンジュエソマーグリシアアブトゥシロストラ。本族は、油びれを持ち、体側発光器を描くことが特徴。ありがとうございます。